皆さんこんにちは、あちおチャンネルのあちおです。動画じゃないのと驚かれた方、そうなんです、今日は動画じゃないんです。前回あげたカミングアウトストーリーの動画でたくさん皆さんからコメントをいただいていて、そのコメントの内容がどれも恋の何のってボリビアのウユニ塩湖よりも濃い内容で、楽しくコメント読ませていただいております。せっかくこんなにも深く貴重なコメントを皆さんからいただいているのに、なかなかコメント返信もできていないし、コメント返信だけにとどまらず、どうにかしてもっと発展させていかなければならないテーマだなぁと考えていました。ああだこうだ考えた結果、動画より早く編集できる音声のみのラジオ形式で動画を投稿したらいいんじゃないかと思いつき、今回の動画に至ってます。そんなこんなでこの動画をあちラジオと命名して、カミングアウトストーリーの動画から皆さんのコメントをいくつか抜粋し、それらを読み上げて私の意見を述べつつ、皆さんと考えを深めていきたいなと考えています。今回の動画は音声のみの配信となっておりますので、じっくり画面を眺めていただいてもさほど変化はございません。ながら聞きをしてくださると皆さんの貴重なお時間の節約になると思います。私も世の中にはカミングアウトをする人ばかりではないと思っていて、自身もその一人です。私は同性愛者であるという自認があちおさんより多分遅く、悩み始めたのは大学生の時でした。それまでは女性と付き合っていました。若かったし、どこか楽観的で、それでもこのまま行くともっと毎日悩むのかな、ゾッとするなと思っていました。10年が経ち、私の当時の直感はそのまま現実となりました。年齢という軸の存在感が増し、悩みも広く深くなりました。結婚は？子供は？いや、実は俺結婚できるのではないか。そもそも性自認とはグラデーションのようなもので、白黒ではなく、というどうすれば、可能性はなきにしも、しかし万が一にも妻になる人を裏切ることだけは人としてしたくない。いや、しかし一人っ子で結婚しなければ、家は墓はどうしたらいいのだ。ちょっと手に負えなくて仕事に打ち込んでみたり、欧米に転職して環境を変えてみたりして、無意識に恋愛の優先度そのものを下げ逃げていたのかもしれないけど、悩みが消えるはずもなく、実際そのままです。変な表現ですが、自分自身に対してすら未だ完全にカミングアウトができていないのかもしれません。今まで他の同性愛の方の歴史、カミングアウトに至るプロセスを聞く機会はほとんどなく、17分間釘付けになりました。自分の宿題は自分で解決するほかなく、無条件に悩みが消えたということはないにせよ、あちおさんの思考プロセス、葛藤をお聞きして、自分のケースに思いを巡らせ共感することを通じて、ものすごく心が安らぎました。ということで、ありがとうございます。本当に文面からたくさん悩んでらっしゃるっていうのが分かります。一人っ子で結婚しなきゃいけない、そもそも結婚できるの、自分自身との葛藤がまずカミングアウトの前にあると私も思います。ただ今生きているこの瞬間も嘘ではないし、間違ってはない。自分が悩んでいる瞬間も、それは自分の人生を生きていて、別に悪いことをしてるわけじゃない。よく考えてたら、やっぱり人って悩んでることの方が多いと思うんです。悩んでなくて人生まっすぐただ一点だけを見て進んでる人って多分いないと思うんです。なのでこうね、コメントでお話を聞いてすごく悩んでらっしゃると思うんですが、その悩んでる瞬間もすごくこう、なんだろうな、言葉はすごく上からになってしまいますが、精一杯ね、人生を生きていて精一杯考えてるっていう意味では、なんかすごく
大切な瞬間を今生きてらっしゃるんじゃないかなと思っています。本当に難しいですよね。自分だけじゃなくて家族だったり環境のことだったり仕事のことっていろんな複合的なものがこう絡み合ってくるのがカミングアウトで、してしまったらその後から取り返しがつかない、そんな重要なことなんですよね。私もまだ悩んでいて、なんかお答えは出せないんですが、なんだろう、私も一人の悩む人間として、なんか一緒に悩んでいってどうしたらいいか、なんか考えていける、みんなで考えていける世界になったらいいなと思いました。今まで社会のいろんな問題を見て考えていて思ったんですが、カミングアウトに対する反応と男尊女卑の文化はかなり共通しているように思います。どちらも性に関していることだからかな。男尊女卑の文化の中で生きていくと、女性だけではなく巡り巡って男性側もこうでなければいけないが増えて生きづらくなりますよね。あちおさんのご家族もあちおさん自身を理解できていないのではなく、社会の普通に染まらないと自分自身が保てなくなるから、そんなリアクションになってしまうのかなと思いました。お父さんもお兄さんも男性で、今の社会で頑張っているからこそゲイであることでの生きづらさをある意味本能的によくわかるのかなと。ゲイを受け入れたら自分が努力して築き上げた今の社会で得たものは何だったのか、ゲイを受け入れたら大変な事実も受け入れなくてはいけないですよね。新しい何かを理解したり受け入れるときに、まずは自分自身と向き合うこと、自分の今までの概念を壊すこと、辛く苦しい作業に真正面から向き合うことが必要とされる気がします。お母さんの言う今じゃないも、あちおさんの言う受け入れる準備ができていなかったも、それができる状態ではなかったのかなと。何が言いたいかというと、自分のアイデンティティを理解してもらえないと自分を否定されたような気持ちになりますが、お父さんやお兄さんはあちおさん自身を受け入れられてないわけじゃないんじゃないかなということです。性的指向とカミングアウトってセットみたいなものになっていますが、社会や周りの受け入れ体制が整っていないのに、こんなに厳しくて大変なことないですよね。こんなリスキーかつ大変なことをマイノリティ側だけが負担しているのもまた問題で、マジョリティ側がその当たり前すぎる特権に気づき動けるような社会にしたいです。あちおさんの家族だからこそ理解してほしいという欲求から来たものだとしても、カミングアウトしようとするその勇気があちおさん素晴らしいと思います。時間はかかるかもしれませんが、あちおさんの納得いく形になるといいですね。またそうなれるように、私も社会にいる一人の人間として社会を変えていけるように頑張ります。ということで、KK さん本当にありがとうございました。コメントを読んですごく感じたのは、本当に私のね、父だったり兄が社会の中で生きる人間で、かつ私あちおという人を身内に持つ家族の一員っていうのをすごく客観的に考えさせられました。やっぱり父親、母親、兄、弟、家族のメンバーって家族としての仮面、家族としての役割を持ってる反面、一歩外の社会に出たら、例えば職場では職場の役割を果たさなきゃいけないし、外の世界ではもしかしたら男性としての役割を果たさなきゃいけない、そんなみんないろんなしがらみの中で生きてきてね、私がカミングアウトするっていうことは、私自身もすごく自分のことをね、さらけ出して辛いことも多いけれども、しがらみの中で生きてる他の家族のメンバーもそれを聞くことで、いろいろな障害だったりいろいろ思うことはある、そういうのをこのコメントからすごく感じました。本当にコメントありがとうございました。私は10代の頃に姉に自分がゲイで彼氏がいたことをカミングアウトしました。あまりにショックだったようで泣かれてしまいました。
その涙を見てとっさに、自分は流されやすく一度の過ちだったとごまかしてしまいました。それから10年間隠すことが当たり前になり、誰かに自分のセクシャリティについてシェアをすることで誰かを傷つけるなら誰にも話さなくてもいいし、知られたくない、誰も自分のことで傷つけたくないし傷つきたくない、そう思って生きてきました。ですが今本気で一緒にいたいと思える彼氏もできました。本気で愛してくれて心から愛おしい彼を隠していることに罪悪感を感じるようになり、親しい友人、それから姉にももう一度真剣なことを伝えました。話してよかったと思ってます。これ以上彼の存在を否定したくなかったし、姉も年齢を重ねたこともあるせいか、ただあなたが幸せならそれが一番いいと、そう言ってくれました。あちおさんの話を聞いて今いろいろと思い出しています。昔から家庭のこともゲイだということも自分を偽ることに慣れすぎていて、嘘をつくことにも何も感じなくなったけど、やっと少し人に自分というものを見せられるようになりました。ということで、ノスコルトさんかな、ありがとうございます。このコメントを読んですごく印象的だったのが、私自身もこの自分を偽ることだったり自分を隠すことっていうのに抵抗がなかったですよ、カミングアウトするまでは。それにこの、いや、カミングアウトするってやっぱり自分の内面から来る問題なので、そのことを話してね、誰かを傷つけたり誰かの人生を左右してしまうのであれば、自分自身で抱え込んでおいた方がいいんじゃないか、墓場までこのままの気持ちを持っていった方が傷つくのは自分一人でいいんじゃないかと思ってたんですね。で、この実際に母にカミングアウトした時に、私はこの傷つくのは自分だけでいいっていう考えは良くないというか間違ってると少し感じていて、自分がね、自分のことを傷つけてしまうことは別に問題ないと思っていても、あなたのことを好きでいる人はあなたが傷ついている姿を見るのも多分同じくらい辛いと思うんです。あなたを愛してくれたり、あなたを好きだと思ってくれる人にとっては、そんな姿を見るのも辛いっていうこと。私は母のカミングアウトを通じてそれをすごく感じました。やっぱりこう、どういう結果であれね、皆さんがの心が一番安心して安らぐ、そんな状況に自分自身でこう向けていくことっていうのが大切なんじゃないかなと、このコメントを読んで改めて思いました。リアルな話だな、これが現実。カミングアウトする側への配慮ばかりで何も言えないでいると、言えないのも苦しいし言うのも苦しい。私はカミングアウトできていない、カミングアウトそのものが不要な世界になればいいと切に願っています。プライドという言葉は時に自分を強くさせてくれるポジティブなものだったり、逆にプレッシャーとなってネガティブな意味合いを持つことがある。あちおさんの言うカミングアウトできていなくてもできていても、みんなそれぞれ何かと戦っている、それぞれの戦い方でいいのかなと、すごく印象的なのは、それぞれの戦い方でいいのかなっておっしゃってるとこで、本当にそれぞれの戦い方でいいと思います。カミングアウトをするかどうかっていう問題以前に、一番大切なのはやっぱり皆さん自身だったり、カミングアウトする側の人間がどうしたら一番幸せになれるのか、そしてカミングアウトした後の周りとの状況をどうやったらよくできるのか、でそれを全部考えて幸せに結びつく方法であれば、きっとどういうやり方でもいいと思ってます。例えばそれがカミングアウトしないという選択肢になったとしても、それが本当にね、その人自身が幸せになれる道であるのなら、それはそれでいいと思います。なんかおっしゃってるように、
このコメントでもあるようにプライドだったりカミングアウトっていう言葉が来るとどうしてもしなきゃいけないとか強く生きなきゃいけないって思わされることってたくさんあると思うんです。私も実際そういうことってたくさんありました。だけど一番強くいられるのって多分自分の心がこれだ、こうすれば幸せになれるんだと決めてそこに向かってる時がやっぱり人って一番強いと思うんです。なのでプライドだったりカミングアウトっていう言葉のその力にあやかるんじゃなくて自分の中での幸せな方向性の道をこう歩んでいる上で、まあ、カミングアウトだったりそのプライドっていう言葉が現れてそれと一緒にこう頑張って進んでいく、すごくちょっと抽象的な例えになったんですが、そういう形で進んでいくのが一番なんだろうな、それぞれが自分らしく生きれるそのスタイルなんじゃないかなとちょっと考えさせられました。ということで黒マナティさんありがとうございました。自分は人間ができていない無教養な未熟者なのでカミングアウトされたらどう対応していいか想像もつきませんが、あちおちゃんと同い年の子を持つ父親としてできれば一生知らずに終わりたいと私は思う方です。告白された親も同じだけ苦しみます。自分の子供から逃げるのかと言われてしまえばそうかもしれません。でも人生には知らなくて幸せなこと、言わなくて幸せなこと、嘘も方便という考え方を持つ人もいるのです。また全てを受け入れてくれる親兄弟の方もいらっしゃると思うので、身内であってもよくよく人を見てカミングアウトしてほしいと思います。コメントを読んで本当に子供を持つお父様お父さんの意見というのがすごく伝わってきました。私も父にね中途半端にカミングアウトした手前本当に何を思ってるのかっていうのが今でもわからない状態なんですね。もしかしたら私の父もこういうことを思ってるかもしれないし、もしかしたら違う考え方を持ってるかもしれない。だけれどもなんかやっぱりどこかカミングアウトするときって受け入れなきゃいけないとかそういったプラスの部分だって言ったんだから受け入れるでしょとか、拒否することは何今の時代的にありえないよねっていう風潮になってるかもしれませんが、例えば私たちゲイの人間がどういうふうに女性を愛するのかがわからないように、そのカミングアウトされる相手側もゲイが何なのかとか男を愛するっていうのは何なのかっていうことがわからないことって普通というか当たり前だと思うんですよ。だって自分とは違うことを初めからすぐ理解できるってことは絶対ないと思うんですよ。でもなんか今のねこの世界を生きているとなんかヨーロッパとかね他の国ではもう LGBTQ は当たり前のようになっていて、なんか風潮としてそれを理解できないことっていうのは教養がないとかなんか知識視野が狭いって思われるかもしれないけれど、でもそれって果たしてそうなのかなっていうのがすごくこのカズさんからのコメントから感じていて、私も受け入れるでしょカミングアウトしたらなんて姿勢をたまに取ってしまうことがあるんですけれども、でもそれって思えばなんかこちらの一方的な考えを押し付けてるだけであって本当にその人とね対話が取れているとはちょっと言いづらいんじゃないかと思うんですよ。なので本当にこんな形で率直にこうコメントくださってすごく私もまた冷静に考えることができました。ありがとうございます。本当になんか素敵なコメントをいただいてすごく考えさせられました。ということで5つかなコメントを抜粋して紹介いたしました。コメントを聞いて皆さんまたねいろいろと思うことが出てきたと思います。なかなか難しいテーマで答えはないですよね。だけれどもみんなで考えていかなきゃいけないそんなテーマだったと思います。本当はもっともっと紹介したいコメントがたくさんあったんですが、時間に限りもございますので今回は5つかなとさせていただきました。本当に心温まるコメントありがとうございました。皆さんからのコメントに励まされています。きっと
私だけではなく読んでる皆さんもコメント欄で励まされていることと思います。悩んだり行き詰まった時にはもう一度カミングアウトストーリーの動画は、私のね動画は見なくてもいいんですが、コメント欄をチェックしてみてください。このアチラジオは今後も行っていこうかなと思っています。特に語り系の動画を出して皆さんと考えを深めていきたい内容があるときは、アチラジオ収録していきたいと思っています。ではでは、この辺りで失礼いたします。チャオ。